こんにちは、速稼塾の久保です。前回はですね、イオンにある武漢ですか、逆武漢にあるイオンの話から食料危機が訪れるんじゃないかなみたいなところまで来ちゃったんですけども、なんで食料危機が来るのかっていう、そのメカニズムもね、今回もお話していこうかと思いますけども、計画生産っていうのがあるんですよ。店舗の方でカップラーメンとかパンとか、それからお弁当とか売ってますよね。でこれっていうのはあんまりにも陳列すぎると、その消費量に合わせないと腐ってしまう、悪くなってしまう。だから、いわゆるね、売れる量しか陳列してないんですよ。でこの売れる量を陳列したのが、売れていった時にうまいことタイミングで次の便がまたね、商品が並ぶように計画して生産してるんですよね。だからあんまり大量に在庫を作ってないんですよ。在庫をたくさん持っちゃうと何が起きるかっていうと、まずね、在庫管理維持費っていうのがかかります。在庫を持つってことによる維持費です。これは在庫を置いとくための、それから倉庫のレンタル料とかね、それからその在庫を維持する管理するための人件費とか、それから在庫を持っているとその中で損耗したりするんですよ。だからね、あんまり在庫を持ちすぎると利益が出なくって損なんで、低価格で売るためになるべく儲けるためにカツカツで運営してるんですよね。そうなると生産する会社の方も元の方もたくさん作りすぎて、店舗の方で売れてないと倉庫の中でダメになっちゃうんで、売れたタイミングで出荷できるように本当にね、計画して、こっちがなくなったらちょうどこっちができてましたって感じで、こういうふうにね、信長のなんか鉄砲隊みたいに、うまいことこっちがなくなったらこっちが追加してみたいなサイクルをやってるんですよね。でこの計画がどっかで狂うと、もうあっという間にですね、物がなくなっちゃうんですよ。例えばこっちに10あって、こっちに10あって、在庫に10あって、こっちの10が売れる、残り2ぐらいになった時に、はい入荷ですっていう風なサイクルをやろうかと思ったら、こっちがね、入荷したその日にゼロになっちゃうと、こっちにボーンと商品を、ね、届けた瞬間にこっちもなくなってしまうと。でバックの方に、バックルームの方にあるかって言ったらないということで、1サイクル2サイクル待ってくださいみたいなね、リードタイムっていう話なんですけども、リードタイムが狂ってしまうんですよね。だそうなると、私たち日本っていうのはまさにそうなんですよ。都市部っていうのはちょうどコンビニで例取ったら分かりやすいと思いますけども、あれコンビニって8時間ごとに24時間、3回届けてくれてるんですよね。だからちょうど8時間経って、予想したお客さんが予想した販売数量を、買っていってくださって、棚がガラ空きになりそうな時に毎度ですから次のトラックが来るんですよね。それがうまいこと1日3回8時間ごとに回ってるんで、商品っていうのはロスなく、チャンスロスなく売れていくんですよ。で配送業者の方は時間通りに届けないといけないんで、結構ね、急いで寝ずに走ってくれたり、ちょっと無理しちゃったりしてくれるんですけどもね。そういう感じでどこかが狂ったらうまくいかないように、本当にカツカツでスケジューリングされてるんですよね。生産の方もそうですし、仕入れの方もそうです。それが全部回ってるんですよ。でもどっかでその動きが遮断されると全工程が狂ってしまうんですよね。それがですね、今日本にこれから起きるんじゃないかなと思います。例えばカップラーメン1個取ってしても、カップラーメンの容器とかね、それからなんですかね、中に入れる具材とか、それを検品する人とか、一旦在庫に置く人とか、いろんなセクションがあるわけですよ。で例えばこのカップヌードルのね、カップラーメンのこの容器があるじゃないですか。容器を作ってる会社の出荷サイクルが狂うと、麺はあるのに容器がないから商品として完成しないよってことにもなりかねませんし、こういったスマートフォンもね、スマートフォンを1個をどっかで作ってるわけじゃないんですよ。いろんな部品があって、その部品を組み合わせて1個の商品になるから箱詰めして出荷になるわけですよ。でも例えば箱詰めする箱がですね、生産間に合わなくて工場が止まってましたってなったら、 iPhone はあるんだけども箱がないから製品として完成しませんよみたいなことになっちゃうんですよ。そうなると発注したけど来ないみたいなね、入荷待ちっていう状態が起きちゃうんですよ。どれか1個の部品が欠けてもできなくなっちゃうんですよね。でそういったことが食品にしろ、それから製品にしても、いろんな分野で起きてくるんではないかなと思うんですよね。私たちはね、本当にどういうことになっちゃうんだろうなと思いますよね。で、中国の農業専門家がイナゴのリスクに警告を発したとあります。2月17日です。イナゴがものすごく出てきて食料をね、食べ尽くしてしまうんじゃないかなっていうのもこの一つなんですよね。イナゴの被害っていうのはね、たまに折に触れて出てきますけどもね。
で、そういえばオーストラリアの山火事ってのがありましたよね。オーストラリアの山火事で生態系が狂っちゃったりとか、それこそ食料の供給バランスが壊れちゃったりして、やっぱ困ってらっしゃる方もいると思いますし、まあ、当然ですけども、あの死んでしまったあの動物たちとかね、あのお亡くなりになったあの方とか、いろんな被害出てますけども、本当にね危ないよね、いろんなところで影響が出ていて、で今回はその武漢の話題から、あの日本も食糧危機が訪れるかもしれないっていうことをね、結局は伝えたかったわけなんですけども、あのだからどうするってことなんですよ。私たちは日本人のね、多分ね農業やってる方って 5% ぐらいなんじゃないですかね、確か 5% か 0.5%、 しかも兼業農家なんですよ、この方たちってのは。で逆に言うと、そのわずか数パーセントの人しか農業に関わってないのに、食料自給率がね、カロリーベースであれですけども、まあ、49% もあるっていうのは、ある意味優秀ではあると思うんですよ。たった一部の人しか作ってないのに、日本人の半分を賄っていけるっていうのは、それはね、考え方によってはすごいなと思います。江戸時代とか200年前って、日本人の 99% が農業をやってたわけですから。それこそ農業以外の職業がないぐらいのことをやってたわけですよね。親が田んぼを持っていて、それを子供が継ぐみたいなことをやっていたわけなんですよね。ほとんどの人が農民、要するに食べ物を作る人だったんですよ。今はどちらかというと、食べ物を作る人ってのは少なくって、楽しみで家庭菜園をやってる人もいるぐらいなんですよ。ほとんどがサービス業とか製造業に行ってしまってですね、あんまり第一次産業っていうのは花形ではないんですよ。でもやっぱり私たちはね、食べることが基本ですから、食べ物がもしかしたら手に入んないかもしれないと思った時に、本当にね困りますよね。でお水とかもそうですけども、水道ひねれば日本っていうのは出ますけども、じゃあいつまでこの水道ひねったら出るって状態が続くのかなと。水道局で働いてくださってる方は、これからもずっと働いてくれるだろうかってことを感じるわけなんですよ。で武漢ではですね、あの出勤の制限とかも移動の制限もありますんで、場合によっては下水道が動かなかったりとかね、いうのもあるのかなとか。でゴミの回収業者さんとかも、やっぱり誰かがやらないといけないですよね、人間が。そしてゴミを回収した先では焼却しないといけないですよね、廃棄しないといけないですよね。いろんなプロセスがあるんですよ。だから私たちは自分の暮らしの中で、あのこんなところも人がかかってるのってことを意識してなさすぎるんではないかなと思うんですよ。どんなものもたくさんの人が関わってきて、製品として自分の目の前にあるときは物でしか見えないけど、この物の向こうに数千人から数万人の働く人っていうのがね、そこにいるってことをやっぱりついつい忘れてしまいますよね。だからコンビニの弁当1個もしっかりですよ、やっぱり食べ物粗末にしちゃいけないって昔の人はね言いましたけども、コンビニの弁当1つですら、もう何百人とか何千人の手をかけて1個のものが、あの598円のものができるわけなんですよ。まあ、ですんでね、本当に貴重なんですよね。誰かが一定期間働かないことによって一つの製品ができなくなるってことが、これかなり起きるわけですよね。でそういうことを考えて、私たちが日本でね、武漢で何が起こったのかを、まあ、分かりませんけども、日本で何を備えるべきかってことを、今まで私たちが体験してきた東日本大震災とか熊本の大地震とかね、だから阪神淡路大震災とか、いろんなところで学べてきたんじゃないかなと思います。だからこれからね、地震が起きるかもしれないですし、その武漢熱で本当に食料物流が止まるかもしれませんけども、私たちはもう何回も学んでるんで、もうストックしときましょう。それは自分が生き残るためだけではないんですよ。あのいざとなった時にスーパーとか食料品店とかコンビニに行列を作んないためなんですよ。で備えておけば、住む人は備えておきましょう。どうしても備えることができなかった人のために、その行列は残しておいてあげてほしいんですよ。だからちょっとしたうっかりとか、できたはずの準備をしなかったがために、行列を余計に長くする必要はないかと思うんですよね。まあそういう意味で、もしね皆さんの家にそのスペースがあったら、お水を今のうちに確保しておくとか、それから食料品ね確保しておくとかっていうことをされてみてはいかがかなと思いましたね。まあ懸念に終わるかもしれませんけども、まだまだ全然実態は分かりませんのでね。で早速マスクとかアルコール消毒液とかないわけでしょ。だからこれ普段から買ってたら別にいいわけなんですよ。私の場合はあの普段からありますんで、特に子供が来てから11月にはもうかなりねたくさん揃えてたんで、マスクにしてもその消毒液にしてもずっとあるんでですね、どっかに買いに行かなくちゃって思ったことはないんですよね。これからも思わないでしょうけどね。それはまあたまたま偶然のところもありますけども、どちらにしてもあらゆることを想定しておいて準備することは今ならまだできるんではないかなっていうふうに思うんですよね。
皆さんどういうふうにお感じになったでしょうか。それでは今回は以上かなと思います。では皆さんご安全に失礼します。